こんにちは。インターンシップ生の大杉新太です。この記事では僕が聴いてきた楽曲の中でも、特にギターサウンドが優れている、またかっこいいと思ったものについて、説明していきたいと思います。第1回で取り上げるのはレッド・ツェッペリンのホール・ロッタ・ラブです。レッド・ツェッペリンは、当時売れっ子だったジミー・ペイジと、その仕事仲間のジョン・ポール・ジョーンズ、そして新人のロバート・プラントと、ジョン・ボーナムを、ジミー・ペイジが誘うことで1968年に、始動しました。爆音の歪んだギターサウンド、金切り声で叫ぶような、ボーカル、そして圧倒的な、手数と音量のドラム、レッド・ツェッペリンは、その登場から、現代の、ハードロックやヘビーメタルの、イメージや基礎を、作り上げました。今回取り上げるホール・ロッタ・ラブはそんな、レッド・ツェッペリンのセカンドアルバムレッド・ツェッペリン2のオープニングを飾るナンバーです。フェードインで始まる、重厚なギターリフが、これからとてつもないことが始まるような、そんな不安とも焦燥感とも言えないような何とも言えない感情をかきたてます。一聴してわかるようにかなり音質が荒いです。これは当時の録音環境のせいだけではなく、彼らが、ツアー中に各地のレコーディングスタジオで、1曲ずつレコーディングしていったことにも、関係あります。今まさにツアーをしているバンドの、極限まで、研ぎ澄まされた演奏に対する集中力や爆発力が、満ちた、単に音質が悪いだけではないライブ感にあふれた、録音になっています。ツアー中の録音であったことはジミー・ペイジの、ギターサウンドの構築にも大きな影響を与えています。前作まではジミー・ペイジは、シングルコイルピックアップの乗ったテレキャスターを小さいコンバンプにつなぎ、そこへトーンベンダーファズをかけることで歪んだギターサウンドを得ていましたが、これは当時の、貧弱な PA システムでは大きな、会場で演奏する際に音量だったりノイズの面だったりでかなり不都合がありました。そこでジミー・ペイジは、テレキャスターよりも、ノイズが少なく高パワーであるレスポール、スタンダード、そして、大音量の、マーシャルのスタックアンプを導入しました。これによりジミー・ペイジは、ハードロック的なキメの細かい、音圧のあるギターサウンドを得ることに成功しています。より具体的にジミー・ペイジの機材について説明していきます。まずホール・ロッタ・ラブの感想では、テルミンが聞こえてくるんですけども、このテルミンにテープエコーがかかっています。このテープエコーのプリアンプ部分には、音を丸くするという特性があります。ジミー・ペイジはこれを、ギターサウンドの構築に利用します。マーシャルアンプの耳が痛くなるような高音域をこのプリアンプをかけっぱなしにすることでカットし、ジミー・ペイジの、低域がカットされ、高域が、強調されつつも耳痛くない独特のサウンドの、構築に役立っています。また、ギターソロではワウペダルを踏み込んで、弾いています。これは、音量を大きくするブースターエフェクターだったり、ライブで、ソロとバッキングでアンプを別々に用意してそれを切り替えるといったシステムがなかった当時のギタリストたちがよく用いていた手法です。ワウペダルを踏み込むことで中高音域が強調され、バンドアンサンブルに対して、抜ける音になり、ギターソロ弾くのに最適な、サウンドが得られます。以上述べてきたようにホール・ロッタ・ラブや、レッド・ツェッペリン2で聴ける、彼が作り出したギターサウンドは、現代まで続く、ギターサウンドの礎となるものです。また、これは当時の、機材やライブ環境が作り出した時代の音であるとも言えます。彼のギターサウンドは、これ以降もどんどん変化していくので、普段聴いているような音楽のギターサウンドと比べて、そのギターの音作りの、変遷や歴史に、思いを馳せてみるのも楽しいかと思います。以上で終わります。ありがとうございました。もし気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。